フランクリン・ウォートンはアメリカ海兵隊の軍人。最終階級は中佐。第三大海兵隊総司令官を務めた。ウォートンは1767年7月23日、ペンシルベニア州のフィラデルフィアで生まれた。1798年8月、大意としてアメリカ海兵隊に入隊した。入隊後、一時的にフィラデルフィアで地上勤務に就いていたものの、 海兵隊総司令官に任命されるまでのほとんどの期間を艦染乗り組の海兵隊員として過ごしている。1804年3月7日、36歳で中佐に昇進し、ウィリアム・バローズの後任として海兵隊総司令官に任命され、1801年に海兵隊の司令部として建設された現在のマリーンバラックスを 任命時から使用する最初の海兵隊総司令官となった。1811年には、インディアンの反乱の鎮圧のため、アメリカ海兵隊をジョージアとフロリダへ派遣し、米英戦争では派遣したアメリカ海兵隊が、エリーコの戦いにおいて、オリバー・ハザード・ペリーの指揮下で戦っている。1818 18年9月1日、ニューヨークのマリーン・バラックスの海兵隊、 総司令官執務室で休止した。ウォートンが在職中に死亡したため、1819年3月3日に、アンソニー・ゲールが正式に公認の海兵隊、総司令官に任命されるまでの間、アーチボルド・ヘンダーソンが職務代理を務めている。ありがとうございます。